どうも、カルタクラブの川瀬正義です。2030年に競技カルタのプロ化を目指して、カルタの魅力を伝える活動を行っております。このラジオでは、プロ化に向けた活動状況について、うまくいったこと、いかなかったこと、包み隠さず発信していくつもりです。今日は、競技カルタプロ化に向けた3つのハードルというタイトルでお話ししていきたいなと思います。僕はカルタのプロ化に向けて今全力で取り組んでいるところではあるんですけれども、その実現に向けて、夢の実現に向けてですね、まあ3つぐらいハードルになることがあるかなと思っていて、その話を皆さんに共有したいなと思っております。で、早速一つ目からいきたいんですけれども、一つ目は、まあハードルというよりは、どちらかというとこれができたら話がスムーズに進むよねっていう話かなと思っていて、カルタに限らず、サッカーとか野球とか、まあ、フェンシングとか、まあ何でもそうだと思うんですけれども、まあ業界団体みたいなのがあると思うんですよ。で、カルタの場合は全日本カルタ協会っていう団体があるんですけれども、まあ、そこの団体が旗を振って、いや、カルタプロ化します、したいです。お願いしますみたいな感じで動いているの、くのが、まあ一番早いし王道なのかなと思っていて、で、ただそれがやっぱりカルタの世界では今そういう状況にないっていうのが実情っていうのがあります。なので、まあ、僕自身がやる活動としては、その全日本カルタ協会さんにプロ化に向けて動きませんかっていう働きかけをしていくっていうのがまず一つあるのと、まあそうじゃなくて、まあ全日本カルタ協会さんといい関係を作りながらも、別でちょっとプロリーグを作るとか、プロの選手ができるような仕組みを整えていくっていう、まあどっちかのパターンになるのかなと思っています。で、じゃあなんで早い全日本カルタ協会さんがプロ化に目指して活動しないんだっていう話に、まあ思う方もいるかもしれないんですけれども、まあそれでいくと、プロ化に反対してるとかそういう話ではないかなと思っていて、単純にそのプロ化するとかしないとかそういう以前のところでちょっとバタついてるって言えばいいんですかね。まあ表現に合ってるのかちょっとわかんないですけれども、まあなかなか手が回ってないっていうのは実情なのかなと思っています。で、カルタの世界って漫画のちはやふるのおかげですごい人口が増えて、まあただその嬉しい反面、やっぱりいろんなところに、なんですか、昔ながらのその人数少ない状態での仕組みみたいなのが残っちゃってるので、いろんなところに、ほころびみたいなのができてるんですよね。で、そのほころびを塞ぐのにすごいもう大変で、いろいろ変えていくのに、まあ精一杯なところなので、まあそれにさらにプロ化しようみたいな新しいことしていくと、本当に手が回らないんだろうなっていうのが、正直なところです。で、なので、まあ、うまいことね、僕自身が、まあ、どれぐらい働きかけていけるのかっていうのはちょっと怪しいんですけど、そうなんですよ。一応、タイトル持って名人っていう肩書きで今、活動してるんですけれども、別に、特に発言権とかあるわけじゃないので、まあ、多少なりとはあるとは思うんですけど、その、大きななんか、組織を動かせるほどの、力はないのでですね、まあ、いろんな形で、まあ人と人とのやりとりですからね、いろんな形でちょっとずつ何か話を前に進められればなとは思っています。まあなんで、僕は一旦まあ目の前にやれることを一つ一つやっていくのかなと思っております。はい。で、ハードルの二つ目ですね。で、二つ目は、まあどうカルタを面白く皆さんに伝えていくか見せていくかっていうところですね。で、カルタって、その知ってる人が見ればすごい面白い競技で、かなり奥深いんですよ。ただ、見てる方が面白く感じられるかっていうと、なかなか難しいところもあるなと思っていて、一つは、そうですね、観戦するときに声出しちゃいけないみたいなところ、その、試合見てるんだけれども、その、カルタってかなり音を聞いて札を取るっていう競技をするので、結構真剣にその、物音立てないでくださいみたいなのが、大会の会場とかでアナウンスされるのが当たり前なんですね。
で、そうすると、やっぱりスポーツ観戦っていう意味だと、醍醐味って、やっぱり声出して応援することだったりとか、周りの人とワイワイ盛り上がることだったりすると思うんで、まあ、そういったところを受け入れる、まあ、土壌みたいなのがあんまりないっていうところ。まあ、そもそも、選手の隣でやるのはさすがに、特にプロになった時は無理だと思うので、やっぱり、まあ、パブリックビューイングとか、ちょっと試合から少し離れたところで映像を見ながらみたいな形にはどうしてもなっちゃうのかなとは思うんですけれども、まあ、そういったところが一個ネックになるっていうのが一つで、あとは結構ルールが難しかったりもするので、特にその何の解説もなしにただ試合見ていれば面白いわけじゃない。格闘技とかってまあ割と分かりやすいので見てるだけで面白かったりすると思うんですけれども、複雑なルールになってるんで、そこら辺をどう分かりやすくうまく伝えていくかみたいなところが結構まあ業界的に課題なんじゃないかなと思っていて、そこは、まあ、僕は YouTube を通したりとかいろんなことを考えて、まあ、新しいことやってどううまく伝えていけばいいのかみたいなのはちょっと日々考えているところですね。まあこのあたりもまあ面白く見せる方法はいくらでもあるんじゃないかな。特にAI とかうまく使ってね、その、まあ、将棋とかも今、どっちが優勢ですみたいなのが、うまく、その、AI が判定して、それ見ながら面白く見るみたいな仕組みができていると思うんですけれども、まあ、そういったような、うまい見せ方みたいなのを作っていくことが一個、まあ、プロ化する上で、やっぱり、見てもらえる、見て面白い状態にすることが、スポンサーさんとかはつきやすくなると思うんで、まあ、そういったところを考えていくっていうのは結構大事なのかなと思ってます。で、最後三つ目ですね。で、三つ目は、結構難しいハードルなのかなと思ってるんですけど、その、プロになるって言っても、結構、その、じゃあ、仕事辞めてプロになりますっていうのって、なかなかリスクであって、勇気のいる行動だと思うんですよね。で、まあ、他の業界でも、まあ、プロのサッカー選手とか野球選手とかでも、まあすごいもう超一流になった人たちはいいかもしれないですけど、セカンドキャリアみたいな問題がまあ出てたりして、結局プロでやっていけなくなっちゃった時に、じゃあ次のキャリアどうしていこうみたいな。まあその時点で一生分の年俸を稼いでればいいかもしれないですけれども、なかなかそうじゃない選手も多分いるんだろうなと思っていて、そういった人たちにどういうキャリアを与えるのかみたいなのが、どの業界でも多分、課題になってると思うんですけど、まあ、そこが、カルタの場合は第一歩目、まあ、超一流の人でも、まず最初は、本当にこれで最後まで食えんのっていうと、怪しいっていう状態が絶対できちゃうと思うんで、そこをどうクリアするかっていうのは一個ハードルになるのかなと思っています。結局、プロって、なり手がいないとなれないですからね。その、まあ、例えば、賞金、何百万の大会がいくつかできたとしても、いやプロになるのはちょっとあれなんで、その賞金はもちろんもらうんだけれども、やっぱ仕事しながらみたいになっちゃったら、やっぱプロって言っていいのかなみたいなところになりますし、リーグを作った場合だと、そのリーグに結局参加するのに、やっぱり平日にも試合がありますってなった時に、じゃあ仕事休んで来るのかっていうと、そうじゃない。そっちの仕事優先にどうしてもなっちゃうみたいな形になると思うんで、そうするとプロじゃねえじゃんみたいな話になるので、そこをじゃあどうやってそのリスクと思わずに、まあ、そのカルタのプロっていうところに飛び込んで来るのかみたいなところをなんか、うまくそのセーフティーネットじゃないですけど、食べれなくならないと、まあ、思えるような状況を作るっていうのは一個、まあ実際の選手たちが、プロになるときに課題になるんじゃないかなと思っております。で、このあたりですね。まあ、ここに関しては多分、カルタの先生みたいなのが一つのアンサーになるんじゃないかなと思っていて、カルタを教えるっていうところ、完全に選手では食べれなくても、少なくともカルタを教える教室とかに、まあ、少し時間を割いてでやれば、カルタのプロとして食べていける。まあ、教えるプロですよね。まあ、選手としてのプロもあるんですけど、教えるプロが成り立っていれば、少なくとも教えるプロの延長線上で選手のプロもやってるみたいな形でやれるんじゃないかなと思ってるので、まあ、実はまずは、その選手としてのプロ化じゃなくて、先生としてのプロ、教えるプロみたいなのを作り上げていくっていうところが一個必要になってるんじゃないかなと思っています。なので、
最近僕はカルタを教える教室を結構頑張って作ろうとはしてるんですけど、あんまりうまくいってるって言っていいのかな？微妙なんですけどね。オンラインで教えるやつは割とうまくいってるんですけど、なかなかリアルで教える方が、なんだろうな。結局どうやって差別化していくのか。今までの教えるところって結局、まあ教えるって言ってちゃんと教えてないのかもしれないですけども、結局そのカルタをやる場所みたいなのは割とすごい安い価格で使えて対戦できたりする環境が、まあいろんなところで整ってきちゃったりもしてるので、まあそういった中でちょっと割と高めの金額に設定すると、普通の習い事だったら全然その金額出すんだけど、カルタで見ると高いよね、みたいな状況が今、まあ足元にあるのかなと思っていて、まあそこをちょっと突破するための、まあ差別化というか、ブランドというか、そういったところを作っていくところに、まあちょっとハードルを感じているところですね。オンラインの方はうまくいくのに、リアルの方がうまくいかないのなんで、みたいなことをちょっと思った方もいると思うんですけど、まあ割と、オンラインの方が、まあちょっとここら辺はもう少し複雑なんで、次回とかしっかり話していきたいなと思いますが、はい。そうですね。オンラインの方が、今までになかったものだったので、割と良かったのかなとは思ったりしてます。はい。ちょっと、明日ですかね。次回もう少し深掘ってここの部分を話していきたいなと思います。はい。ということで、まとめるとですね、まずは一つ目、プロ化に向けた三つのハードルって話なんですけども、まあ一つ目が全日本カルタ協会さんっていう、まあ業界の団体と、まあどうやってプロっていうものを一緒に目指していけるかっていうところ。で、二つ目が、どう見て面白い競技にするかっていうところ。で、三つ目が、プロになるっていうなり手をどうやって作っていくか。まあ、安心してなれる環境を作るかっていうところです。はい。このあたりを3つを全部解決したら、まあ、スポンサーを集めて、ようやくプロになるかな、みたいなところですね。はい。というわけで、地道に活動をしていきたいなと思います。では、明日はなり手を作るっていう話で、先生になる話、先生の教えるプロを作る話に、今取り組んでる内容についてちょっと紹介したいなと思います。では、また次回もよろしくお願いいたします。バイバイ。